喋れるのか？そうみたい。嬉しい。最後にロイドにさよなら言えるね。私ロイドがいたからこの世界を守りたいって思えるようになったんだよ。ありがとうロイド。ありがとう。この娘はマーテル様の器。長い時間をかけてようやく完成したマーテル様の新たな体なのだから、お前の記憶どころかお前の声に耳を貸す心すらない。今のコレットは死を目前にしたただの人形。コレット、本当に俺のことを忘れちまったのか？コレット、聖地デリスカーラーンに召喚されることで初めて巫女の封印は解かれ、再生は完成する。ここまで護衛大義であった。さらばだ。何のつもりだ？剣を拾いなさい、ロイド。ロイド、僕らの友達は僕らで守るんだ。みんなでイセリアに戻ろう。ジーニアス先生。大切な人を守りなさい。天使と戦うつもりか？劣悪者の分際で！ロイド。
主の分際で。大丈夫、ロイド。ジーニアス、先生。全然目覚めないから心配したよ。ここは…コレット…コレット…大丈夫か？コレット…コレット…ごめん。俺、お前を守れなかった。気軽に触れない方がいい。今の巫女は防衛本能に基づき敵を殺戮する兵器のようなものだ。むしろ感謝の言葉が欲しいところなのだがな。ユアン。天使とディザイアンが裏でつながってる？その通りだ。天使は表でマーテル教を操り、裏ではディザイアンをすべている。クラトスが言っていたわね。私は世界を導く最高機関クルシスに属する者。それが天使たちの組織の名前？その通りだ。ちょっと待ってよ。クルシスは何のためにそんなまだるっこしいことをやってるの？女神マーテルの復活のためかしら。ディザイアンを操って人々の心を恐怖で縛り、そして神託を下して婚姻を管理し、器となる巫女を作り上げている。見事だな。もう一つ、マーテル復活を阻止しようとして動いているのがレネゲード。イセリアの教会でコレットを襲ったのはあなたたちね。我々ディザイアンの名を語る者たちがいるのだよ。お前たちは味方じゃないのか？味方か。お前たちは何をしようとしているんだ？どうして俺たちを助けたんだ？巫女を亡き者にしてマーテル復活を阻止しようと考えていたが、今の巫女には下手に手出しができん。しかし我々の目的を果たすために最も重要なものを代わりに得た。ロイド・アービング、貴様だ。俺が何だって言うんだ？貴様が知る必要はない。お前らは敵なのか？そういうことになるだろうな。ユアン様。何事だ？敵が侵入しました。敵？なるほど。ネズミか！あれは！大丈夫ですか、ユアン様？逃がすな。